あ、そしてこんばんは、アチェです。PC88 三国志のですね、パート7、やっていきたいと思います。まあそれなりぼちぼちですね。ぼちぼちでいってますね。で、高尊さんを討伐しに行ってまだ終わっておりません。もう戦闘も3ヶ月目ぐらいになりますよね。契約聞くな。あ、聞いた。あ、ダメか。雨降ってる？あ、ダメですね。水軍使えないので、もうちょっとね、バシバシと痛みさせましょう。はい。どんどんやっつけていきます。お金がまずいのかな。もう高尊さん打っちゃいましょう。だいぶ減ってきましたもんね。もう一斉攻撃でね、バスンバスンやってるとね、すぐ、もう値を上げますので、はい、家計で、家計ができない？計略かけ説得がうまいこといかないですね。また次のところまで行きましたね。高尊さんにちょっと逃げられましたので、民に施ししましょう。ちょっとね、より良い国にしないとですね、人数も増えませんしね。はい、ボッコボッコにしてあげますんでね。ちょっとあれですね、勝ちました。徹底的に駆逐してやりましょうというところですね。はい、長雲大使やったんですね。三国に長雲連れて行きます。陳武一応取れていきますかね。軍資金は持っていかない、いや、もう行かせますね。で、8-3と、武将の様子で長雲がこんな状態なんで、兵糧が3万超えてますね。まずですね、各国の様子で14の国を見ます。武将の一覧表で大衆が損家なんですよね。ということなので、損家に、委任します。ちょっとね、もうめんどくさいんでね、損家に委任させて、で、こちらはですね、長雲に施しをしてですね、富国強兵に努めます。馬良が演術に行きましたね。ね、この三の国、どこでしたかね。今すぐちょっと即答できないんですけどもね、この国はね、結構美味しいんですよね。はい、じゃあですね、お次は、ここで長雲は100なったような気がしますよね。で、武将で陳武に一応戦略と言いましょうかね。で、兵雇います。どんどん雇います。
とこかな。はい、劉備2万で趙もね1万ぐらい欲しいですよね。で趙飛、趙飛5000ぐらいでいいか。こういう感じにしておきましょうかね。でですね、おったらいいんですけど、いましたね。はい、人口11万もいますんでね、民の人口はね。冬になっちゃった。攻め込みはちょっと春まで待ちますわ。呂布か。炎症の範囲変えたんですね今ね。この状態でできるのはちょっと、兵士の能力を上げます。はい、兵士の能力を上げます。変異が早々につきましたね。歴史通りですね。ですね、これでどうだ、兵士能力は兵隊が多い分なかなか上がりにくいところがありますね。兵士の武装がちょっと悪いところもあるんですけど、それを劉備一人になった時にでもやっておきましょう。官兵が入りましたね。西遊が死にまして、ちょっと忙しくなってきましたね。はい、俯瞰が炎症についたということで攻め込みます。2に、関羽張飛で張雲という組み合わせでいきましょう。総大将張雲で軍資金は500にしまして、兵糧は1万で、もうちょっと高村さんもボッコンボッコンにしてあるんでね、楽勝ですね。関羽を置いて張飛を置いて張雲をここに行きましょう。一応張雲のところでちょっと張雲がねガードしておきましょう。はい、相性ってあるのかな、ひょっとしたら。はい、両家はそうなんですよね、人少ないんでね。よし、はい、こんな感じでですね、両家がいるんで、思ったより良くないんですけども、思ったより良くないんですけどもね、武将として両家に金で500ぐらい上げときましょうかね。もう高村さんはお家に行きますね。これで打てますね。この状態官兵が95で、っていうような感じなんで、鉄探しましょう。はい、もう攻めますよ。
両国82まで上がりましたね。攻め込みます。もう徹底していきますので、カノンですね、総大将はね、500は無理なんで300ぐらいで、で兵糧は1万ぐらい持っていきましょう。持続力を取りますが、いけますいけますということでね、ちゃちゃっともうやってしまいます。水軍持ってるんでね、カーンはこの辺でいいと思いますね。で長飛と長雲をこちらにして、兵糧は長雲に守らせましょう。確か海渡るのに 6いるんですよね。はいですね、よし、一応ここで放置しておきましょう。ちょんちょんちょんと、はい、構成とりあえず、はい、はい、構想さん取られました。これね、本当はね、逃がしてね、逃がしましょうかね。実はね、構成はここに入れて、で高村さんあっちいますよね。あ、でももうカーンが武力100なんですよね。いや、打ち首しましょう。捕まえて逃がしてボッコボコにしまくるとですね、武力がガンガン上がるんですよね。一斉攻撃とかに含まれた人たちはそうやって武力をねガンガン上げるのも手なんですけどもね。さあ誰がコンソンさんの後を継いだかっていうところですよね。ですね、これはちょっとエンタン6か、構成1、微妙ですよね。ちょっと微妙ですね。構成かな、構成がまだ良かったかな。そうですね、構成が良かったので構成に任せましょう。エンタン一応連れていきましょう。軍資金も持っていかんで、兵用量も持っていかんで移動しましょう。17委任ですね。構成に収めさせましょう。ここで、完璧にちょっと、でもね、まだちょっと早いな。お、エンタンが持ってかれましたね。忠誠度が低いので仕方がないですね。で、ここは両家がね、両家がいますので、ちょっとね、両家にこの国任せましょうかね。はい、流氷がやられちゃいましたね。領下に国を任せましょうかね。はい、領主一覧表、はい、とりあえずですね、もういい時間になりましたね。官兵にちょっとあげたいんですけど、まだですね。ちょっと鉄を探しましょう。はい、ちょっとね、この辺でですね、終わっておきたいと思います。砲塔が早々に着きましたね。とりあえずこの辺でですね、三国志のパート7ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。